都内の保健所では新型コロナの感染者に対応する職員へのワクチン接種が始まっています。一般の医療従事者としての接種ですが、予想よりも大幅に遅くなりました。東京の港保健所では感染者の調査や搬送などに携わる職員90人を対象に27日からワクチン接種が始まっています。一般の医療従事者への接種は3月上旬から始まっていましたが、この保健所にワクチンが届いたのは21日でした。感染に対する不安がなくなるっていうのも正直ありますね。保健所としては業務改善とか最大限やれることはやってきました。しかしながらやはり流行が収まっていないので、限界はある。